小島屋の日日これ口実、どうぞよろしくお願いいたします。日日これ口実は禅の言葉ですが、文字通りですと毎日が素晴らしいという意味です。そこから毎日が良き日になるように努めるべきだとか、もっと突き詰めて一日一日をいいとか悪いとか言って一喜一憂するのではなく、常に今この時が大切で、どんな日であってもそれを良しとして受け入れましょうという意味があります。あずまやの日日これ口実では、今日は何の日から始めて、それに関連した事柄や歴史散歩的なことや言葉の処方箋があれば、そういったこともお話しいたします。なぜならば、歴史は繰り返す。昔からいいことも悪いこともあるんです。それをどう受け止めるかのヒントになれば幸いです。9月12日、今日は何の日？今日は水路記念日です。1871年の今日、兵部省海軍部内に水路局が設置されました。日本は明治時代くらいまでは水路が運搬や移動の中心でした。明治政府は水路局を設置し、勝海舟らと共に海軍練習所において、オランダ式の航海術や測量術を学んだ津の藩士柳奈良吉を起用し、測量から海図作成までを一貫して行う近代的水路業務を開始しました。1872年には我が国における海図第1号、陸中の国釜石港の図を刊行しました。釜石港は当時、東京函館間の中間補給地点として重要な港だったんですね。それと航路による線鉄の生産に成功し、官営製鉄所建設の直前であったことから、第1号の海図大将港として選ばれたと言われています。1874年には観賞台を設けて、天文観測や気象観測も始めました。当時はイギリスが測量した成果も採用していましたが、柳奈良吉は外国人を雇用せず、自力をもって外国の学問技術を選択利用し、改良進歩を図るべしという精神のもと、我が国の近代的な水路業務を推進しました。何度かの名称の変更がありましたが、1886年からは海軍の冠を辞めて単に水路部と呼ぶようになりました。これは兵用水路図紙を調整する以外に、一般船舶に必要な図紙を供給するためでもありました。1923年の関東大震災で約2500班に及ぶ海図原版を焼失し、その後に多くの国から海図の寄贈を受けました。明治から大正に至る期間に刊行されていた海図の一覧を掲載した図紙目録も残っていないため、失われてしまった海図がどの程度あるのかは正確には分かっていないそうです。海図は安全な航海のためという目的だけでなく、歴史的な事実を記録した資料という性質もあるため、今でも水路部、現在では海上保安庁海洋情報部ですが、水路部では資料提供を呼びかけています。今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。